わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は金属ナノクラスターの触媒についての研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学工学部ナノサイエンス学科井の川仁志先生の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。環境にいいことを金属クラスターっていうものを使った触媒で実現するっていうふうなことを考えています。例えば二酸化炭素を減らすとか、あるいは今水素エネルギーっていうのが注目されているんで、その水素をいかにしてよく作るかっていうところを研究しています。金属クラスター、まあ、クラスターっていうのは何かというと、簡単に言うとすごく小さい粒みたいなものです。でそもそも我々の周りにある物質っていうのは全部原子からできてるんですけど、これをすごく小さくしていって1ミリメートルの100万分の1ぐらいまで持っていくとナノスケールっていうものになります。このナノスケールっていうものになると、その原子がほんの、まあ、数十個とか数百個だけが集まった形になってます。このぐらいのサイズがいわゆるクラスターって言われる、小さな原子がちょっと集まっただけっていう状態の粒になります。この状態になると特殊な機能を発現するようなものが出てきます。触媒というのは簡単に言うと魔法の石で、それ自体が何か物質と変化するっていうわけではなくて、あるものがある別のものに変化するのを助けるような働きがあって、でもその触媒を使うと普通だったら1ぐらいしかできないものが同じ時間で100できるみたいな、要は反応をいかに良くするかっていう部分は、その活性点って言われるその反応が起こる場所だけをデザインすればいいっていうわけではなくて、いかにしてスムーズに反応物がやってくるか。なので触媒のデザインっていうのはこの活性点、いわゆるクラスターの部分だけを作ればいいっていうわけではないんですよね。例えばいいレストランみたいなものに関係する、例えば美味しい料理があればそれだけでじゃあレストランが繁盛するかって言ったらそうではなくて、ちゃんと広報をしっかりして町の皆さんに知ってもらうこと、そして例えばアクセスがしやすい場所にあって、それと同じような感じで活性点とその周りの環境をどうやって作るかっていうのが触媒デザインの大事な部分になってます。ふむふむ、具体的にはどのような研究をしてきたんじゃ。実際はそのまず合成ですよね。その金属クラスターをこう中に取り込んでるような材料を溶液の中で作るんですよ。その合成をして、でその合成できたものをじゃあ自分たちがデザインした通りに本当になってますかっていうふうに、その構造を評価するっていうのをやってます。構造解析ですね。でそれをやった後に今度はじゃあ実際に水素が発生するような溶液の中に入れてみて、で水素がたくさん出るかどうかっていうのを実際に検証するっていうところまでやってます。難しいのは一つはサイクル特性っていうんですけど、要はその触媒が最初はドバッとこう水素を出すっていうのはあるんですよ。でも世の中に使われている触媒っていうのは必ずそれを、例えば我々の携帯電話の充電みたいにもう1万回でも100万回でも繰り返しても大丈夫な性能が必要なんですよね。それを実現するためにはやっぱりその1回や10回程度の水素の生成実験じゃなくて、本当はもう100回200回って繰り返して、それでも性能が落ちないですよっていうところまでやらないといけないんですよ。そこまでやるのはなかなか大変ですね。井の川先生の研究は今後どのように生かされていくのじゃ。二酸化炭素を減らすような反応をする、例えば二酸化炭素を還元して有機物に変えるとか、あとは水素エネルギーをどうやってその効率よく取り出しますかっていうところの触媒を研究するっていう形で、金属クラスターを含んでるようなそういうトータル的な触媒で実現するようなことを研究しているところです。我々の研究が進んでいくと、例えばその二酸化炭素が減る、あるいは化石燃料を使わなくて済む、あとは水の浄化とかにも実はできるので、空気とかあるいは生活水のような我々の身の回りにある環境の浄化が進むと、きれいなもの、きれいな生活ができるようになりますよっていうところに貢献できると思っています。崇城大学工学部ナノサイエンス学科の活躍がますます楽しみじゃ。